皆さんこんにちはスイレンです。 ボーカルのスイート、キーボードのレンです。よろしくお願いします。ということでスレラジ二週間ぶりいや待ちましたね。ねえ五月またせんのやあんまり毎週上げてくれよっていう視聴者さんの声が聞こえあ声をね聞いて大変にしてみたびっくりした今どのどのどの立場いやできれば毎日アップしてほしいなっていう毎日はちょっとねあれダメですかダメですね僕行けますよ毎日でもめっちゃ言うじゃんはいでも毎日だったらもう面倒くさいから生配 配信でいいよね。そうだよね。毎日生配信で。それはそう。だねまあ、でも、そうすると、もう、いよいよ、何の人たちなのかって話になっちゃうよね。そうだね。<うん S 1> 配信者なのか、みたいなね。<はい S 1> うん まあじゃあレン君には5月病はないということで。なんでそんな話になったの？もう毎日ラジオできるっていう。元気ってことですか。あそういうこと。元気。ね5月病って言うじゃない。元気すぎる。俺だって毎日最近は何やってると思う。何やってる？のハンターハンター見てる。え今更？今更？俺も俺も今たまたまハンターハンター読み返してんだよね。 なんで俺今「ハンターハンター」見てるんだろうなっていう毎日あの本当だよえっとね今ねえっとまあ今旅団のとこですねオークションですねアニメの方からアニメ見てます今そうなんだ俺ねアニメ見たことなかったんですよあそうなの？はい漫画は読んでる漫画全部読んでましたはい「ハンターハンター」本当面白いですから皆さんもぜひ読んでますなぜか今更ハンターハンター」見てるっていうねああなるほど ハンターハンター面白いですから皆さんもぜひぜひ何でハンターハンターのしてまんであまあだからまあ5月病はいいんでそれはで5月も終わりますけどもいよいよ今週末6月の2日に名古屋ジップ f m さん主催のですね境にて開催されますええ堺スプリングス初出演じゃないですか初出演サカスプ楽しみですね楽しみですねライブサーキットでなんでこれさ今俺台本の話するんだけどさなんでこのサカスプひらがななのこれ <laughs> <かに S 2> <laughs> すげえ気になるんだけど。確かに。いや台本一応一応台本はあるんですよ。<か>台本というかまあその何喋ろっかみたいなやつがあるんですけど、それをみのメモが今サカスプがひらがなになってる。確かなかなか見ないよね。英語か。<laughs> いやあの可愛いなと思って。ああそう。ひらがなで書かれるサカスプ可愛いなと思って。<laughs> 確かにサカスプ。<laughs> はい。ということでまあサポートメンバーも発表されてました。プスマみたい。 プスめっちゃその話するねまだ。あごめんえっとまあサポートメンバー発表されもってますけれどもえーベースに西塚慎吾さんいつもいつものねもう一っ慎吾はもうみんなももう飽きたかな慎吾いや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 もうキーマンなんで我々スイレンの割とバンドのですねそしてお久しぶりお久しぶりです「from ビッグママ」からビストさんということでいやこれ超楽しみです。超楽しみです。あの今回はちょっとまあまあベースドラムと僕ら二人っていうまあちょっと新しい 編成になってるんですけど、ね、まああのまあ皆さんね、ちょっとお分かりかと思うんですけど、お二人ともまあ探しに出ると。 本人たちのそうですねベース慎吾君はご褒美というバンドですねで b i s さんは b i g マということで2バンドとも出演されるということでいるんだったらやっちゃうみたいなやってっていうまあいるんだったらやっちゃうかっていうそのノリでねまあそのノリではもちろん決まんないんですけど一応そういうノリという体でちゃんとねオファーしてやっていただくということで4人編成で楽しみです楽しみです とということで、はい、えそんな、はい、サカスプ前の今回、はい、えゲスト、はいえー、バケットバンケットビスフロムビッグママ通称ビスタンさんです <laughs> ということで今回のゲスト 紹介させていただきます。バケット、バンケットビス、通称ビスタンさんです。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。いつ以来ですか。青い夏を、あの、グリッドで共演させて。あ、そうですね。あの、ライブ以来。ですねそうですね。お久しぶりでございます。昔さあの、俺らの配信に出てもらったことあるよね。そう、あの、あったよね。あれ、スペースで、あの、スペースか。そう、レン君が。ああ、そうだ。はい、はい、はい、はい。 飛んでねえ前そんな言い方飛んだ穴埋めだったんんんすかなだ飛っていうのはね悪い時にうか。大体体調不良でねああライブがね変わっちゃってそうですねいやいやいや良かったですでその時にちょっとあの僕のスペースのしかも出演者皆さんがねナノライプの。 そうですねそうでしたねみんなでちょっとあだからあれだその後さレコーディングしてるもんねあのマヤさんの曲をあそうです,そ,うですそれはどっちが先だっけこマヤさんの曲の方が先だったっけかそっかあまあそうかもねもしかしたらっていうことでなんかなんだかんだち<う>ちょこちょここ共演をあってあなんですけどそこの「すれらじ」になってゲストとして来てもらうのはもちろん初めて初めて、ねはい、光栄ですよ ええ本当よろしくお願いしますお願いしますチェックしてきましたよありがとうございます予習済みなのですか予習済みでございますいやいやいや楽しみにしてまりますめちゃくちゃ面白いやろ面白い自分でなかなか言うやつもすげえるところもすいませんちょっとじゃあビスタンさんのプロフィール簡単に簡単にご紹介させていただきたいと思うんですけれどもえバケツをかぶったドラマビスタンさん YouTube では企画編集実演をすべて自分一人で 行っているナイスなバケツとして登録者はなんと二十二万人を超える人気 YouTuber でありドラマ YouTuber って言っていいんですかね？人気 YouTuber ドラマでですね。二千二十一年には人気バンドビッグママにとにかく全部人気なんだな。それ人気者ですね。人気ものなんだよ。そうなんだ。いやいやいや確かにビッグママのドラムとして加入っていう。 はい、いや僕も聞いてましたから「ビッグバン!」は学生時代から、はい、ありがとうございますいすごいことですよそしてそれが「睡蓮の青い夏」という、はい、僕たちのね。 いやめちゃくちゃかっこいいドラム叩いてます。いやいやいやもう光栄ですよ本当に。ありがとうございますドラムレコーディング参加レコーディングに参加いただいてるほか、うんえー、昨年5月に開催された僕たちのネイキッドノートボリューム 1,、はい、1> アイエンキエンにもです、ねはい、ゲスト出演いただき、えー、そしてなんと、はい、え冒頭でも話しましたけども、はい、今週末名古屋で開催するライブサーキットイベントでは。 6月1日にまずねビッグママさんが出演していただいて翌日の6月2日僕らの数連のステージにサポートドラムとして参加いただけるていることが嬉しいです。ありがとうございますマジで。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。僕らもこちらこそですよ。もう今回それがあってねあのゲストで、まあ来てもらったというのがまず一番ある。それがここで解禁されたといこもうこの前に収録の前に解禁され、放送の前に解禁されてるんで。うわ。 これはだからねビッグママファンの方にもね是非僕らは1日ですけどそうね一泊していただいて一泊していいただそれか現地の方そうですねビッグママはやっぱ名古屋のファン多いもんね多いです多いですそうなんですそうなんですだから是非ねこれちょっとねあのごめんなさい僕の話し合いますけどスイレンさんの楽曲のドラムはね 難しい <laughs> <laughs> みんな言うんです。<laughs> 本当あの凄まじいです<当>まあ僕もね、青い夏たた。はい、青い夏もでも難しいよね、すごい。から。でも青い夏はだって自分で叩いたんじゃないですかいや、そうなんです、そうなんです。<はい S 2> あのなんですけど、それもすごい僕、あの、魂。 削って命削って、はい、しかも YouTube に上げてくれてましたもんね。いやそうなんですあれもあれね。結、は、構、い、あの再生されました。僕のチャンネルにとっても結構再生されました。はい、反響もあのミュージックビデオの方にもビさんから来ましたってコメント結構めちゃくちゃありがたい。はい、あの動画良かったっすね。なんか本当ですか？ミュージシャンのリアルがなんかそこに詰まっている。いやもうそうなんですよ。だから反響もあったんで僕も嬉しかったですし、はい、だから僕としても満を持してというか願が叶う感じはありまし で、これそれがね2日に叶うので、ちょっとこれはもうあの本当に僕のね結構ドラマ生命をかけた戦い <laughs> 大丈夫ですよえ。え まあさらってやってもらえればいや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 まあまあでもまあまあそんなあの弱音入っててもしょうがないんでいやでもこれねみんな言うんですよいやみんなってそのあの当たりやあのあのステラの時がありますからハイウェイスターパーティーの時がハイウェイスターパーティーでもたちも言ってた言ってましたねそうですか言ってましたよねスリーシー顔でやってやってたくない意味いや皆さんねそりゃプロの方々ですから皆さんそうなんですけど青山秀樹さんだったですねえすごその時はあのただ皆さんあの口口にねこれは ちょっとドラムの概念を逸脱してるのではないかってはね僕ねその制作してる蓮ン君の,その打ち込んでる姿見たことあるんですけど確かにちょっと気持ち悪いですもんね手ドラムがもうすごいもん。ただなやっぱ難しい難しいですすごいただ複雑とかただ手数多いとかじゃなくてちゃんとなんかこう音楽性としての納得感めっちゃ。 あるんですよ。理にかなってる。理にかなってる音楽性が高い感じはやっぱめっちゃ感じるので。やっぱ楽しくもあるんですよね。ああ<ー>、うん、なるほど。ただちょっとライブのその高揚感とか。楽しむ。高揚感。その。ねえ、ちょっと。あの、土地っ,ったらもう置いてかれる。 俺もちなみに自分でも「スイレン」のライブ楽しめる域まではまだ行ってないっすね。そういうユニットなんですよ俺もそうです俺と戦い,いスポーツみたいなその臨場感がこれライブでね僕もも,あのもちろんオーディエンスとしても「スイレン」さんの,あのフルライブをねフルバのライブをあの見にお邪魔したこともあるんでやっぱそれが「スイレン」さんの魅力だなと思っているので僕も観客としてもねそこに今回は2日。 僕もメンバーとして参加するので、はい、その臨場感をぜひちょっと皆さん ちなみにそんなスポーツのスイレンなんですけど、そのバケツ被ったままで大丈夫なんですか？大丈夫じゃない説もねあるんです。でも大丈夫じゃないけど、さすがにそのタイミングはスイレンのライブではないよな。あ、これ脱ぐ脱ぐね。もう俺無理だから脱ぐわ。もう俺被ってだとは言えん。こはまだちょっとできないんで、そうですね。ちょっと練習中から被って頑張ってますよ。シミュレーションして、そうなんですよ。じゃないとちょっとやっぱちょっと感覚。 変わるんでね。そうですよね<ー>。はい、そうなんですよね。いや、<うん S 1> その時用のバケツと本番用のバケツが一緒なんですか？違ったりします。いや、もちろん本番用ののを被っそうなんですね。視界が狭いんでね。だから俺もさ、ビッグママのライブ何度ももうお邪魔していてあの見に、うん、見にいかせていただいてるんですけど、やっぱそこ一番いつもね言うのよ。 大丈夫っていうその疲れないっていうもう本当に <laughs> うん、うん、見えてんのかもね。うん、いろんな人そうそうそう。やっぱそこねすごいなと思うっすね。うん。仕様はちょっとやっぱ狭くのいやめっちゃ狭いっすね。いや狭いだろうね。うねいやだからドラムだからまあなんとかなってるかなっていうギターとかやっぱその指板とかの細かいまあピアノも多分そうですけどとかだと多分ちょっと無理なんじゃない。 思いますねでも体確かにそうですねまず息苦しいんでねそうだよそうですよねあとそのライブのステージからの景色を味わってほしいビスさんにもねっ確かに確かにそれミュージシャンの醍醐味だなそうそうそうやっぱあの中身ビスさんの中身にライブのステージからの景色ってこんなにいいんだぞって味わってほしいなって思って俺。 なんで俺今脱がせようとしてるのか口笑深井描いたままでも皆さん感じられてもいる樋そりゃそうだそうなんです。そんなライブに2日はぜひ頑張るので樋口超楽しみです樋楽しみに頑張ります ありがとうございますい本当にいやそんな楽しみなサカスプ皆さんぜひぜひ1日からママそうですね1日2日と出てますんで1日2日とぜひぜひ皆さん遊びに来ていただけたらでもさビッグママクラスというかまあその規模とかキャリアのバンドで今回サカスプ出演じゃないですかなんか珍しいっていうかもうちょっとこうサカスプってもうちょっと新人だったりとかキャリアの浅い人たちはサーキットイメージあるんですけどそうか<は>い,いやでもサカスプ自体はそれこそ去年も出演予定だったんですけどそうなんですよでも 台風かかなんか去年直撃だったんですよ<ー>。で僕ら実は出れてなくてしかもたまたまボーカルの金井さんが別の予定で前乗りしてて金井さん弾き語りのソロで急遽ら僕ら当日の朝にマネージャーから出て来なくていいよってなったっともう交通が麻痺しちゃったら今回キャンセルで金井だけで出ますっていうのが去年で実は。 そのリベンジも今年は兼ねてちょっと思い入れのある思い入れのらある、はい、ライブに1日はなりそうなんでいやなるほど、ね、ちょっとそれファンもでもそうで、ね、待ち望んでたライブいやありがたいですよだから今年も出れるこでこのままのファンの皆さん2日にはビ i s さんもう一回見れますよいやそうです二 2>, 2回見れちゃうこれ <laughs> ちょっとね本当にほんとにこれ見られたいですこれは <laughs> 逆に,、ね逆にね、もうあの乗り越えて ぶっこれは。はい。あとまあスイレンのルがすごい大変らしいんで、もしかしたらバケツを取るかもしれない。バケツの中身を見たいぐらい、なんかパワーアップみたいな。なんかさっ広告みたいな。い一応、一可能性可能性ゼロ性ってもう無理だっつって。確か確かにゼロではないもんね。だからこれ一応サポートの仕事ですから。 あ間違えられ、間違えたりとか、ごちゃ、ぐちゃぐちゃになれないじゃないですか。なれない。なれないでしょう。でしょいかしれそうしたらさ、もう、やばいっつって取るかもしれないじゃん。どっちを優先するかだよね。まあ、俺なら取らない。ああ、もパワハラ気味ですよ。それ。俺なら取ら、そこ守る。あ、そう。そうだそうだよ。そりゃそうだということで、サカスプーマ、皆さん、ぜひぜひ。よろしくお願いします。はい、いただければと思います。ちなみに。レン君とは。はい。 いや、僕はそうなんすよ、まあ、そうでもないんだけど、ちょっといろいろ話しちゃったんですけど。はい、そもそものビスタンとのファーストコンタクト、が青い夏のレコーディングだったわけじゃないですか。でも、そこにじゃあ、なんでオファーしてもらえたのかっていう話だと思うんですよね。うんはい、っていうと、まあ、実は、だから、このビスタン推冷の関わり、ある前に。 あのレンさんとは実は現場でご一緒した縁が実はあるんですから、はい、ね。あ、そういうこと。はい、そうなんです。ですね、だからなんだかんだ本当にそれも含めると実はすごい深い中です。そうですね。はい。それも含めてお世話になってるんですよ。関わりはあったっていう。そうです。そうなんですよ。だって別にあなただって始めましたじゃないじゃん。 一応まあそうですね。確かに確かに。お会いしたことはそうなんです。はいはい。まだから世間は狭い。要するにみんな仲間だったっていう。大きくまめますね。ミュージシャンって確かに。まあてかもうみんなそうじゃん。人間だったら人類みんな兄弟でな。そう広い話になるので綺麗にまとめていただいて。そうですよね。ミュージシャンだったらどっかでまあいずれ会う会うことになります。いやだからこそ嬉しいですね。こういうあのラジオのとこも含めて。 発信できる機会があってや,でやっぱね「睡蓮のスレラジ」って <うん S 2> YouTube の番組じゃないですかですやっぱりビスター今日来てて、まあ、ビスターはもともともちろんビッグマウンドのドラマーでもあるんですけどもともとはやっぱり YouTuber としてドラマーの YouTuber として <はい S 2> あの登録者22万人ですすごいじゃないですか。 こんな伸びちゃってでやっぱここのところをねやっぱ今日はちょっとね深掘りをぜひぜひいっぱい話したいちなみにそれは YouTube っていうのはその何ですかいつ頃からこう始めようと思ったというかどういうきっかけで YouTube になったんですかそれ以前ってまあドラマーとしてのお仕事は一応、ね、一応あったはありましてバケツかぶる以前からただちょうどね あのー、まあ時期でいうとだから45年前かはい、はい、コロナ禍より前で,でもちろんあのドラマでもあったんですけどバイトもしてるようなうんそんなにミュージシャンとしては成立してない中でやっぱ暇な時間も多かったんですよね。でなんか自分だけの力で始めたいなと思ってまあ45年前だったら特に YouTube、うん、後発組で始める人も多かったんで自分もやろうと思ってただシンプルに恥ずかしかったんですよね。 伸びなかった時に痛いじゃないですか。別にそんなことないですよ <laughs>。何を今更言ってんすか。プライドが高かったんで。何を今更言ってんすか。ちょっとね今だから最初それこそもうあの蓮さんにも知り合いにも家族にも誰にも言わずに。<laughs> まあバケツかぶったとバレないから。バレないしもう身近な人にすらいや実は始めたんだよ秘密だけどすらも言わずに始めたんですよ。でだから伸びなかったらもう。<laughs> 誰にも言わず消そうと思ってどんな理由なんだよ。なるほど。思ってたぐらいだからあの単純に顔を出したくなくてバケツかぶったっていうきっかけ。それがバケツのきっかけなんです。そうですそうですそうです。じゃあちょっと要するにえっと安パイを踏んだってことですね。そう。ダメだった時の安パイのためのバケツだったってことなんです。そうですね。えバケツを選んだの自体は戦略はあって、単純にいないんですよね。仮面かぶ 面系はねねいますバケツって身近だけどでもそれをかぶってる人いないっていうのはなんかオリジナリティなりそうだなと思ってバケツを選んででなんかだから意外と始めてみて頑張ってみたら伸び始めたんでっていう感じでなんかもう。 それ一生懸命やってたらもう今に至るって感じですかね。なるほど。もう全部やられてますもんね。そうというか編集から撮影からそうです。それ全部一人っすね。めっちゃ大変ですよ。死ぬほど大変っすね。<laughs> 死ぬほど大変です。いやだからね、今自分でも良くないなと思うんですけど、すごい波があるんですよね。<laughs> <ーん S 2> あのやっぱ商業的にはできてないなっていうのがあの自分の悩みでもあるんですけど、もう全部本当自分次第なので投稿頻度もクオリティもだからそれがまあ。 僕こだわるの好きなんでそれが楽しくもあるんですけどちょっと本当はだから自分が思った以上に伸びちゃってはいるんでこの22万人って、うんうん、この数字にこの登録者数に対して本当はもっと供給すべきなのにそれできてないなっていう,こうジレンマを抱えながらやってますね、うん。うん、でなんかその目的としてはなんかそれでドラマーとしてこう認知してもらいたくて始めたんだとしたらまあ今ビッグママ 入られてて <はい S 2> まあ目的はある種そのもうあの達成してる <laughs> とも言えるじゃないですかだから別にそ,それでいいのかなってドラマーとしてはでもどうなんですか YouTuber としてももっとなんかこうあれしたいみたいな感じなんですかその人気者になっていきたいみたいないめっちゃ鋭い質問でしてそれ <laughs> 気になるなと思っていやでも全然いいじゃんって思いすよすごくあの <はい S 1> 他でも多分話してあなかなか話さないし大事な話なんですけど多分僕それがね見えてない <え>だからよくないなっていうかあの本腰入りきれてないなと思ってますけどこの先どうなっていくんですかってフォロワーこんだけついてきたとでも僕じゃあ本当にドラムに特化してるチャンネルかっていうとそうでもないんですよね <うん S 1> <ー>楽器選びがこうだとかチューニングがこうだとかスキルがどうだっていうチャンネルではないもうちょっと要するになんていうのかな目線を落としてエンタメっていうことですよね<ー> ででもそれでまあーは確かに増えたとエンタメに振ったところで僕本業はアーティストだしドラマーだしエンタメに振り切ってこのまま増やした結果僕はどうなるんだろうってなったらちょっと正直迷ってるというかまだあの探してる途中な 部分はすすごいありますああでもそのじゃあ本当にプロフェッショナルな <うん S 1> ドラムがとにかくすごいとうま <ん S 1> いとクロエット,トのものがじゃあ果たして YouTube の中でおもろいのかっていう,う,うこともあるわけですよね。それもジレンマですしそうだよねでもそっちタイプでもドラマとしてもそこまでのタイプでも正直ないっていのもあるんでそれがねちょっといいとこ取りしてここまで来たけれどもこの先じゃあどこに行き着くのかっていうのはすごい。 悩んではいます。お悩み相談コーナー始まっちゃった。ナチュラルにシームレスに始まっちゃった。確かにナチュラルハワイ。今日ねそのお悩み相談コーナーっていうのがまあスレラジあるんですけどね。でまあやっぱりせっかくなんでビスさんにちょっと最近どうよなんて聞いてね。ああ私の悩み。そうって思ってたんですけどなんか今すごいもう深いいい悩みが出ちゃったね。自然に自然に燃えなさいね。これだからなかなか。 まあやっぱその発信者、うん、まあ言うたらいわゆるインフルエンサー的なこんな心はいる立場なんですけど、やっぱ、うん。うん やっぱポジティブなことを発信すべきなんでこういう悩みなかなか言えないんですよでもすごい大切な話ですよねシンクッと質問だから今日の「スレラジ」聞いてほしいわみんな逆にねかったかったでしかもこっから俺がバシッといくからねああおおおおおお120%おお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 ねおお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 おまおおおおおおお う思いますあのいやすごいね難しくてでもすっごいめっちゃシンプル最後はシンプルでいいと思うんですよシンプルに立ち返ってまあビスタンが要するに最終的には何をやりたいかっていう、うん、で今これが分かんないっていう多分悩みだと思うんですけどでも何をしてる時が一番楽しくてなんか最終的に自分が例えばまあ ビスさんってそのどういう設定になってるのかわかんないんですけど、うん、その年齢とかそういういろんなねことがうん、うん、でももちろんビスさんだっておじいちゃそれはそうですよね。ってなった時にそのまあ例えばじゃあ,まあ下手したら50歳60歳70歳ってこう歩んでいく時にあのどういう自分をこう想像できるかってことがね多分すごい大事だと思うんですよね。ってなったらなんか。 そかからこう逆算して今何すべきかみたいなところだと思うんでなるほど、うん、だから何をやってる時が一番楽しいのか多分今いろんなことがあるじゃないですか、うん、編集をやる時もそうだしうん、うん、あとは企画考える時もそう,です、ね、そうだしでもちろんビッグマーのライブをしてる時もそうだし、うん、スイレンの例えばサポートするよとか、うん、他の人のレコーディングするよとかっていう時もそうだしでもそのまあもちろん全部ドラムには関わってると思うけどもでも少しずつやっぱりジャンルは違ったりとかうん、うん、その。 なだからその中でやっぱりでも僕はやっぱここが楽しいしこれをやりたいこ,ここが楽しいからここに特化したいっていうならそこを伸ばせばいいと思うしいや全部好きだと俺はもう全部やりたいんだと、うん、言うんだったらばなんか別に悩む必要はないというか今のスタイルを貫いてどこまでいけるかチャレンジしるって多分それが一番いいと思います確。確かかかにに、うん、なんかそののミュージシャンに求められたいのか、うん なんか視聴者とかに求められたいのかっていうことなのかなと思ってて<ー>でもミュージシャンに求められたいだったらドラマーってことじゃないですか、うん、でも視聴者に求められたいっていうことになるとドラムがうまいこととか、はい、いろんな人気のじゃあ、まあまあ、ビッグマンもそうだし、はい、サポートでもっといろんな案件、はい、もっとでかい人とやるとかっていうのも。 一個で人気者になるのが目的なら YouTube なのかなみたいなそ,そういういやすごい難しいのがさ <うん S 2> そのやっぱバケツをかぶってるっていうアイコンなわけじゃないで,でこれがちょっとさまあ言ったらキャラクター的存在というかさうんうんでそことクロートっていうのが少しこう相反するものになりつつあるところでなんかその。 日本だと特にそういう概念ちょっとあると思うんですよね。確かで海外とちょっと違う違う違うと思いまね。海外だと結構そういう色物っぽく見えるけどめちゃくちゃ手だれみたいあるじゃないですか。B C とかね。マシュメロとかね。なんかさ、そっち狙っていくのはどうですか。確かにマシュメロとかだったらね。だからそのそうで多分今の話聞いてる感じその多分どっちもね。多でしかも実際ビースターのドラムめちゃくちゃ上手いじゃないですか。でしかもその面白いし、その アイコンとしての人気者にもなれるしでもドラマのクローとにもなれるんですよでも意外と普通の人の人頭ってそこにリンクしなないんですよんかキャラクター的存在っていうのとじゃあ例えば、うん、誰でもいいんですけど例えば尊敬するドラマって誰,誰がいます日本 だとトムじゃあ玉田トムさんとそのビスさんってなった時に絶対的に玉田トムさんの方がドラムうまそうじゃないですか普通にイメージイメージ今までの積み上げたこうだってその片やバケツかぶってる YouTuber で片や玉田トムさんってなったらもうんかイメージがそうなっちゃうと思うんですよ初手のね初手のドラム聞く前からだからそうね でもそうじゃなくて本当はドラム聴かないと分かんないしもしかしたら人によってはビスタさんのドラムの方が好きだっていう人だって僕いる,いると思うんですよ全然。ってなった時にあのなんかそこのイメージを払拭しに行く作業だと思うんですよね。そ,そう俺はバケツかぶっててコミカルなおもろいやつだけどドラムマジでうめえんだぞっていうそのブランディングを目指すってンデですグね。はい 僕もブランディングっていう言い方をこの放送で言うべきなのかと思ったんですけど本当そうだと思いますねあの両方取るんだとしたらなんかやっぱ結局そのドラマとしてさらに人気の人とやるときにカメラ回してるだけでもはやエンタメになる可能性もあるじゃないですか。例えば夜遊びさんの後ろで ビッサンさんが叩くうん、うん、もうその舞台裏取ってるだけで多分もう爆スーパー売り再生数もあるコンテンツになったりとか米津健師さんの後ろで叩くいだから多分結局リンクしちゃうというかそうだよねだからこれって意外とそのもしサポートの業でこと関して言うなら今サポート業の話やん全部サポート業のことに関して言うならばそのアーティスト側にも理解は必要だよね。 やっぱそのコミカルなやつを後ろに入れるのがどうかっていうのも今度出てくるそ,<う>その見た目として、うんうん、で今ビッグボーイのがメンバーだからまたちょっと違うと思うんですけど、うんうん、例えばじゃあ今度サカスプレスイレンの後ろに叩いてね俺は正直あんま気にしてないんですよはい、はい、もう別に音だから大事なのは、うん、だから後ろに仮にバケツ叩いてる人がいてもかっこよければよくねっていうスタイルスタンスで今回ビ i s t にオファーをしたっていうのももちろんあ,のあって、うん、なんか でしかもほら実際グリッドでさ花ンだったけどあの時はやった俺すごいよかったじゃんあのセッションもよかったと思っててだからなんかそういうなんつうんですか僕どっちかっていうとほら考え方がちょっとあの何て言うんですかあの。<laughs> ぶっ飛んでるじゃないですか。あのぶっ飛んでなんていうか見方あってるかわかんないですけど。あそこはそうなんだ。そうそうそう。ああ方はしてる。そういう感じの人とだからまあいいんじゃないだから俺らが爆売れすじゃいいんじゃねまあ確かに。それはそうだよ。で別にミスなものやってさ手だれ感出し出しこいつすげえからって言えいいんじゃない。でもでも結局やっぱ結局俺らがお世話になる方なんだけどね。そうなんだよ。でもやっぱその一般の人だからとかじゃなくて僕だってその。 ある一定のレベルまでいっちゃえば、ドラムの人、ベースの人、ギターの人、うん、その。みんな上手くね、みたいな、うん、そこから先の違いって、うんうん、まあ、よ。 その、か、うん、作った環境、いい環境で聞いたりとか、うんうん、現場で聞いたりとかしないと、わかんないから。うんうん、ってことは、やっぱ、その、うまいって言ってる人がうまいっていうとか、はいはい、すごい人が認めてるとか。そこになっちゃうじゃないですか。そうですね。だから、もしかしたら、もうすでに、もうレジェンドと呼ばれてるドラマよりも <laughs>。ビスタンさんの方が、実はうまい可能性。ある、ある。わかんないですよ。わかんない。それは俺にはわからないレベルの。 才かもしれないけどあるわけじゃないですか。うんうん、か結構そういうことってどんな分野でもそう若い子の方が実は最先端行っててうん、うん、でもキャリアを作っていかない、うん、いけないと認められないで認識されないっていうだからなんかただそれだけのことの気もするからなんかそこなんじゃないかなみたいない確かにでそうなっちゃえばすごくないですか。いやすごいどんどん YouTube も当然人気者になっちゃうだろうし。うんうんうん すごいドラマだって言われることに結局なってなんか日本のなんかすごいドラム、ね、だから俺海外をまず行った方がいいと思うし<ー>しかも YouTube って別に世界共通のものじゃないですかでしかももう実際数字も、まあ、22万人っていうのは、まあ、あのもう僕らなんかからしたらものすごい数字だし<や>あの実際別にそのなんていうのかなみ見られた時に。うん おすごいなこいつめっちゃ、ま、いる登録者いるなって思われる人数だと思うんですよね十分に。ってなったら別になんかその。 日本のっていうよりは、なんか海外の人の方が、こいつわけずだけど、やべえな、ははみたいな、なんかテンションになる気が、俺、しない、しないと、うん。いやいや確かに海外受けはいいんじゃないか、そうです、なんかだから、そういうコンテンツを、例えば英語にして、英語別に英語にして、それだけやる曲も海外の今流行ってるものにしたりとかして、海外の方から、逆にこいつすげえぞみたいな流れ、だから、昔、ファクトってバンドあったじゃないですか、ファクトってバン海外の方がむしろ先に。 でそういうんかイメージでどうっすかいやなんかね自信もらいましたわあ本当ですかでもほらやっぱ120点しかも何点何点何点あっ120点ほらやっいやなんか自信持ってそれこそシンプルになんか続ければいいのかねんか自分それこそ自分自身とキャラクターのジレンマみたいな絶対そうですよねだから自分でちょっと引け目になってるだけなんじゃないかでも自自分身を入れ込まないと やっぱりコンテンツだし音楽だから、はい。 ななりすぎてもんかというかそれがやっぱすごい難しいとこあったんですけどマジ気にしないで行ったほうがいい気にしないでいったほうがいいと思いますそれがなんかだからんかもし海外のアーティストとコラボみたいなことになった時ももう絶対恐縮しないでほしいですねんかそれが当たり前のごとく叩いてほしい行ったほうがいいでもこれアドバイスしたの僕なんでそれはもちろんだって俺がアドバイスしたんで確かに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 でもすごいんかあのなんつうんだろう 覚悟ちょっと覚悟決めるのに揺れすぎてたのかなって思って再認識ちょっとなって。はい でもそうやってお二人から言ってもらえて今自信にすごくなってハッピしました。いや良かったです。嬉しいです。いや良かった。だからこれがお悩み相談コーナー。マジで。本当に。分かる。今俺みんなに言ってる。スタッフも含めて。割と重いお悩みしちゃいましたけど。いやだからナチュラルお悩み相談コーナーこれなんですよ。すごいわ。これをね視聴者の皆さんも味わってるからやめらんないですよ。十六世がそんな声はまだ聞いてはいないけど。あ聞いてないか。 あでも何人かそうだないやすごいちょっと再生回数を千回でいいから分けてほしいなあのちょっとねあの呼びかけます一回のなそれラジオ一回の再生回数をビスタに千回でいいから分けてほしいもうちょっとねやっぱね世界が気づいた方がいいと思うんですよねこのこの番組のいいですね世界が気づいた方がもうちょっと俺たちに気づいて俺たちがまあこの番組にまあ言ったら僕らの音楽にそうですね。 いや本当にありがとうございますいやんかお悩み相談コーナーまでナチュラルに行っちゃったんですけど <laughs>、はい、まあビッグオーンに加入されて3年目っていうことなんですけどバンド活動のこともちょっとね今 YouTube の話があメインだと思うんでちょっとバンドのこともその入ってどうだったのかなとか今どうかなっていとあった聞きたいなそうですいや本当になんかだからなんて言うんだろうそれこそさっきレンさんに聞いてもらいましたけど。はい 自分がどうしたい。どうなりたいかっていうと、なんかめっちゃシンプルに言ったら、まあやっぱり音楽をできるだけ長く続けたいな。好きだからでなんで好きかって言うと、やっぱ自分である意味を感じるのがすごく好きなんですよね。で、それやっぱ僕にとっては音楽が一番そうなんで、それやっぱすごく続けたいっていう時に、やっぱこのバンドというホームがあることって。 すごく大事だなと、まあ、YouTube も含めてこううサポートも含めていろいろやらせてもらう中でやっぱ僕バンドという存在が好きだしもう何回も同じ曲を繰り返しやるみたいな作業とかでやっぱまあそれこそ「ホーム」って言いましたけど家族的なもう人間関係も構築しながらなんか時にはぶつかったりしながらあの一つの目標に向かっていくっていうことがすごく自分には合ってるし。 好きだなっていうことにやっぱりこのビッグママに加入して気づきました、うん、っていうのがありつつ、まあ、活動としても本当あの自分の経験にはないぐらいツアーも、まあ、今年もそうですね3月4月も、えー、とそうね20カ所ぐらい回らせていただいて、うん、回りまくっていろんな人に会ってあの直接音楽を届けに行けるってすごい幸せだなと、うん、だからもうこれが続けられる限り続けていきたいし、うん もちろんステージが拡大していくんであればそれをどん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 勝ち取っていきたいなという感じでございます。いやいいですね。バンドマンですね。バンドマンですね。<laughs> いやいいですね。楽しいです。<うん S 2> いやでもいろんなだから側面というか顔を持ってますね。そうですね。だからなんかあれですね本当にそれを別に 分けて考える人はななさそうでですすね今の話だと全部素敵じゃいか別に全部 YouTube もそうだしバンドもそうだしまあビスさんという男が男とか女の概念ってあるんですかちなみに僕もそこ言せてゆるゆる言っちゃったんですけど男でいいですよ男でいいですかすいま多分いや僕ビスさんという男がって言っちゃったんですけどそもそもそれどういう概念になったんですか男ではあります男ではあるということにします分かりましたじゃあビスさんという男がねやっぱりねすごいねいい男に見えてきま見えてきましたね なんでビスさんという男はねいい男なんですよ皆さん。あいい男だそう間違いないですね。よろしく。はい。なんで、はい。ぜひ皆さんビッグマンをね、まだ聞いたことないよっていう人もしいたら、あのぜひ聞いてみてください。ぜひ。はい。でビスさんの YouTube もね、まあ僕らが宣伝するのおかしな話なんですよ。確かにそうなんです。いや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 。いははい。ぜひぜひ。はい見てみてください。すごい面白い。頑張ってるんね本当に。はいはい。 そんなこんなでお悩み相談コーナーもししてまいまやほ本当ナチュラルにいったね何かほんはねやっぱちゃんとお悩み相談コーナーって言って入って確かにでちゃんとコーナーの紹介をして僕も流れ始めてってそう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 なんですよでそれでビ i s h さんかありますかっていう流れだったんですがいやめちゃ逆に良かったですよこういう回があっこうナチュラルに入っていって皆さんねそろそろまたちょっとお悩みがですね 枯渇としてるとかしてないとか、はい、特に恋愛に特化したお悩みがあ、ね、欲してる男のいお悩みを本当が欲しくてで特にその恋愛関連とか、うん、あとちょっとディープなやつね。 ディープなやその人生であるとか人生もそうだし男女の話男女のディープな話男女のディープな話僕ね男女のディスタンスの話を一番ディスタンスはい何何何何何それは恋愛の話で一括りにできないから男女のディスタンスの話なしでそですよねあなるほどそうですねじゃあちょっとだからの匿名だからこそ話すそう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 恥ずかしいやつ欲しいんだよねあ確かに確かにあとはさ だから例えば時間帯でいうと24時以降に話す話とかねそれは24時以降とかあとは18歳未満ダメな話とかそういうの欲しいんですかそれそれこそブランディング的に大丈夫ですよ分かんないです分かんないかい？みんな苦笑いしてますけどでも試しに送って。 いろいろ読まれたらオッケーだったってことですからこんなこと言ってて読まれなかったらごめんねってあまりにやばいやつですごめんねって。なんて言ってますけどもちろん何ででもも大丈夫なんんちろそれは人生相談もそうだし本当に些細な「いやちょっとこういうこと気になってるんですよね」っていう質問みたいなことからもう何でも受け付けてますのでどんどん送ってくださいということでフォームは ございますのでヤンヤン YouTube コミュニティであるとか、はい、そういったところで,で、はい、よろしくお願いしますはい、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、えー、スイレンのセテレラジー、はい、第13回ヤン、はい、そろそろエンディングなんですけれども、はい、ちょっとビスタンさんにもお付き合いいただいて、はい、このままエンディングに行ってしまおうと思うんですが、はい、ビスタンさん告知… なぜね告知しておきたいこととかってありますかす、ねまあ、まずはその6月1日と2日 1>,、はい、2> 1日ビッグママ坂井スプリング1日目出演しますダイヤモンドホールですで6月2日も出演の方に出演させていただくのでぜひこれを本当に見に来ていただきたいよろしくお願いしますお願いしますバンドの方としては6月にもあの新曲をリリースしたりですとか、えー、何本か対バンライブだったり、えー、その他のライブも決まっているのでそちらはオフィシャル、えー、X ホームページの方チェックお願いしますよろしくお願いしますお願いしますということではいそして最後にはいサブタイトルそうだねあらサブタイトル決めないといけないんだよねはいね今日はね気になるいろんな話したもんないろんな話したちょっと考えていいですかおお。なんだはい決めましたはいこれはねあのちょっとでかくいきますわ今日はおお今日のサブタイトルほう聞いてください そして世界のバケツ。おお、これは嬉しい。なんか一緒に行きましょう。なんかストーリーが。一緒続きそうな感じが。僕らもほら。あの今ね、英語のトレーニングをしたりとか。あ、してますね。先生とね。先生、ね、英語資料。一緒にやります、今度。あ、いや、一緒。いいですか。一緒に。確かに。学びたい。いいんですか。出てほしいですけど。い。や、ぜひ。そういうのあってもいいかもしれない。そう、いっぱい。一緒に。一緒、ビスさんと一緒に。 英語を学ぶっていう。僕も <laughs> はい。ースさんも世界に行きたいんで確かに確かに。はい、いいですね。ありがたい。ぜひちょっとまた。ライブの MC をね。 そうです学びたいんでいいあれ良かったよねあれ良かった覚えてるまだ全然覚えてないだからノイズノイズあのノイズゲームイサブノイズってそうそうそうすごいマスターしてるマスターはしてないマスターしてる今のこの感じがもう青そうそうそう最高だねみたいないろんな言い方を覚えろみたいなそうだわそうだわ 世界に向けてね、ビスタンさんが世界に羽ばたいて、僕たちも世界に羽ばたいて、たくさんの人に気づかれる、いやまきょうの放送がね、いつか誰かが聞き返したときに、こんなこと言ってたなって思われるような会になれ確かにね、すてきだ。と思いますんで。ということで、冨田さん、サカスプビッグママのステージとス水泳のステージ、両方、よろしくお願いします。 ええー、そして、スイレンスレラジー次回も、楽しみにしててください。チャンネル登録の。方もまだの方、ぜひ登録してください。よろしくお願いします。えー、お願いします。ええー、ということで、本日のゲストは、はいえー、ビスタンさん、フロムビッグママでした。ありがとうございました。